動などにより救急対応に。今日はちょっとね、秋葉原に来てるんですけど、ね、今月から新しいジャンルの仕事が始まるんで、まあ、それのちょっとミートアップですね。新しいチームでのちょっと打ち合わせとか、いろんな機材もろもろの確認とかするんですけど、まあ、ちょっとそれで秋葉に来てます。で、まあね、もともと私写真の仕事をね、がっつりやってたんですけど、今月からちょっと動画の方の仕事もやっていこうかなと。ちょっと YouTube の視聴者の方には全く関係ない話なんですけど、ちょっと今日は記念すべき一日なのかなっていう気がしますね。一緒に働くチームが、学生時代からの知り合いの方なので、まあ、ちょっと楽しく仕事できるかなという気がしてます。そんな秋葉原の日ですね。いやー、さっそうとポニーさんが現れましたね。いやいや、こちらこそお邪魔します、はい、そうまあ次来る時はね、もしかしたら 3D モデルがあるかもしれないし。ああ、いいですね。それ本当に結構がっつり、ね、がっつりレビューしたいな。取っといてもらって、いつもな感じのアングルで始まって、場所がここみたいなお疲れ様ですみたいな感じで、今日はこちらをみたいないやー、ちょっとせっかく秋葉来てますけど、ちょっと荷物が多すぎるんで帰りますでも荷物置いて散策もしましょうなんですありがとうございます。またよろしくお願いしますというわけで中野に移動してきました。こっち側が駅で、こっちが、まあ、おなじみ中野ブロードウェイ、中古のおもちゃとかが、ひしめくマニアックな街ストリートですね。でこっちが中野サンプラザですね。あの上のところまでこう全部中野サンプラザって建物で、下のところはね、大きいライブ会場っていう感じで、よくイベントがやってるんですよね。まあ、この場所はどんな場所かというと、こんな感じのところでちょっと上がってるんですよね。そう、ちょっとこう高台みたいなところにいます。でちょっとまあブロードウェイまでの道中ね、ちょっと歩いていこうと思います。ブロードウェイ中はね、ちょっと撮れる場所は制限されてるので、まあ、今日はのんびりと週末のまったり Vlog なんで、ゆっくり歩いていこうかなという感じですね。まあ、中古おもちゃとかに関してはね、いろんな街で販売してて、まあ、今ではあの駿河屋というショップがものすごい、シェアでね、全国各地に存在していて、まあ、そこで結構中古おもちゃ販売してるんですけども、秋葉原中野に関しては昔からそのカルチャーが根付いてて、もう中野は東大、僕は小学校ぐらいの時初めて行ったんですけど、変わってないです。僕が小学高学年ぐらいの時に初めてブロードウェイの中入ったんですけど、その頃からほとんど変わらない状態で中古トイが、売ってますね。秋葉原もそれぐらい、もっと古いかもしれないですね。うん、まあ、秋葉はちょっとまた規模が全然違って、秋葉はそういうお店が何個も存在してるんですけど、中野はその1箇所の建物施設の中にそういった中古トイのレンタルショーケースだったりおもちゃ屋さんがひしめいてるような感じですね。なのでまあ秋葉原の方がなんか物量は多くて、新品のおもちゃとかも買えるんですけど、なんかよりマニアックな商品とかは、中野の方が圧倒的に、まあ、奥が深いマクツって感じですね。はちょっと楽しめるところなんですよね。なんでまあ何も買わないにしても、見るだけでもめちゃくちゃ見応えあって、だいたいこうブロードウェイぐるっと、巡回した後はもう何もできないぐらい疲れて、情報量をね、情報どんどん吸収して疲れた状態で帰るっていうのがおなじみの感じですね。サンプラザの地下ですね。花屋があります。ちょっと風が強いですね。でさっきも言ったんですけど、今梅雨真っ只中で、昨日までとか連日ずっと雨が続いてたんですけど、今日はなぜかむしろ晴れ間が差して、ちょっと気温も高い、暑いぐらいですね。梅雨時期は明け方がめちゃくちゃ冷えるんで、寒さで目が覚めるっていうのは毎年やっちゃいますよね。でちょっと風邪気味になっちゃうっていう。さあ、そしてメインの商店街からもうブロードウェイ入れるんですけど、僕はいつもちょっと人が少ない脇道から入ります。そう1階のね横から入っちゃいます。早速いろんなガチャがお出迎え。さあ何時間ぐらい散歩することになるのかな、楽しみです。さあブロードウェイ入るとなぜかね早速エスカレーターで3階に上がらされます。これがねちょっと迷宮の第一歩で、ね、そういきなりねこう2階ではなく3階に上がる感じなので、これが迷子になるお決まりのパターンですね。いや渋い渋いね。ちょっとそんな感じで、ちょっとあんまお店の少ないエリアを今歩いてます。まあ、こんな感じの道が4面あって計4フロアあるんで、まあ、本当にこの施設の中だけでかなりの物量ですよね。まあ、あんまりねちょっと商品は映せないので、まあ、ここがちょうど1階がここから見えるんですよね。今いるのが2階なんですけど、ここから1階が見下ろせるパターンですね。で本当にこのまままっすぐ正面まっすぐ歩いていくと中野駅までそのまま行きます。途中でサンロードだったかなっていう商店街に切り替わるんですけど、もう本当もうまっすぐで中野駅まで行けちゃうっていうね。でまあこっちはもう反対側もこんな感じでね、まあ、本当ここで見つからないカルチャーはないんじゃないかってぐらい充実してますね。はい、現場からは以上です。なんと中野ブロードウェイにてずっとソールドアウトだったアスラのナチュラルエレメンツシリーズがワンアップさんにありました。これどこのショップもオンラインショップもソールドアウト売り切れの状態だったんですけど、なんとラスト2ピースが残ってたんで、まあ、1つはラッキーな人に残しといて、自分は1個、まあ、片方を購入しました。さあというわけで今週末もまったりガチャ Vlog、早速ねガチャの方を開封していきたいと思います。さあちょっとテープバリバリなパターンなんで、ちょっと1回これ外しちゃうんですけど、今回はね、1回だけ回してきて、前回ケンエレファントの箱ガチャっていう感じでね、結構たくさんの方に見ていただいて、うちのチャンネルの中ではすごいたくさんの方にガチャ Vlog 見ていただいたんですけども、今回はちょっとまた一風、変わりまして、キャラクター系です。キャラクター系ガチャ。あ、もう一周テープがあった。カット。僕もね大好きなキャラクターで昔からいるキャラですね。任天堂でおなじみのキャラクターなんですけど、まあ、今まだあんまり中見えてないですけど、ちょっとサムネイルで多分ネタバレしちゃってると思うんですけど、こちらです。じゃじゃーん、カービィですね。さあ今回回してきたのは結構 SNS とかでねコスパが最強っていう話題になってたガチャですね。星のカービィコピー能力フィギュアコレクション2ということで、1があったの知らなかったんですけど、今回で2ということなんですよね。回してきました。ラインナップはファイヤー、トルネード、エンジェルって僕知らないですね。でボムですね、この中から4種のうちの1つが今回出てくるという感じで、これもうすぐねかぶってるものでわかるんですけど、ボムですね、ボムのカービィが出ました。そう、ボムの能力は昔からなんかこういう帽子をかぶる感じなんですよね。あ、クリアパーツいいですね。でね、このサイズ感見ていただきたいんですけど、結構でかいんですよね。これ300円のガチャ、最近の300円ガチャの中ではかなりでかい方かなと思います。ちょっと付け方があ、ここですね、ここにちゃんと台座にこう足がフィットするようになってますね。こんな感じいいね。ちょっと丸いんでねピントが迷子しちゃうんですけど、よいしょ。さあこんな感じです。かわいいですね。そしてボリューミーですね。やっぱりこのクリアパーツのこの感じもすごいクオリティ高い。なんか本当になんだろう、どっちかというとボムっていうよりかはこうマグマみたいな感じのエフェクトなんですけども、これは多分こうスライディングしてるエフェクトなのかな。いやーいいっすね。この帽子が特徴のカービィですね。ちょっと寄りで見てみましょうか。こんな感じです。僕はカービィはね、スーパーファミコンのスーパーデラックス世代なので非常に思い入れのあるキャラクターで、今回4種なんでね、これ300円で全然コンプ目指してもいい感じの商品ですね。今回のラインナップの中ではちょっとエンジェルとファイヤーが可愛いのかなっていう感じがしてて、ボムはちょっとピーキーな立ち位置なのかなっていう気がしますが、こんな感じでしたね。でちょっと動画で伝わるかわからないんですが、カービィ本体の色は他の商品とかに比べると、やや濃いめですね。ちょっと色が濃いめのカービィっていう感じですね。ちなみに結構前にレビューした、カービィのデザイントイというか、箱ガチャのスイングカービィコレクションと比べるとこんな感じですね。やっぱ300円ガチャにしてはボリュームがある気がしますね、この子ね。うん、こっちのスイングカービィは、1000円するので、そう考えると結構お買い得なカービィかな。でこっちのねスイングカービィもね、ちょっとカービィが出るまでリベンジしたいんですけど、もうほんとね、ほんとマジで散財、連続散財になっちゃってるんで、本当にね、一旦このスイングカービィのリベンジはね、まだ先になりそうな感じですね。もう次から次へとこのコレクショントイ、デザイントイ、アートトイ界隈は、どんどん新商品が出るので、もうちょっと先になりそうですね。はい。というわけで今回は週末まったり日曜日のガチャ開封、星のカービィコピー能力フィギュアコレクション2のご紹介でございました。毎週日曜日はこのような感じでまったりと日常を含めた Vlog という感じでアップしてますので、普段の動画ね、どんな動画アップしてるかはこのチャンネルページに飛んでいただけると分かりますので、ぜひ遊びに来てみてください。なんか趣味合う方いたらね、ぜひぜひまた遊びに来ていただけると嬉しいです。この Vlog バーナードチャンネルに関してはね、こう僕が可愛いものを日々探求していくデイリー Vlog 日々更新してますので、もしよかったらまた遊びに来てください。チャンネル登録はお任せいたしますので、動画の評価だけ、あと動画をもう一本ご覧いただけると、嬉しいです。はい。というわけで、今週もまったりと週末ありがとうございました。来週からまた頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。